データサイエンス共同利用基盤施設は、国立局地研究所、国立情報学研究所、統計数理研究所、国立遺伝学研究所の4つの大学共同利用機関とともに、大学共同利用機関法人情報、システム研究機構を構成し、東京都立川市に設置された組織、大学等のデータ駆動型研究を促進するための支援事業を推進している。 大学共同利用機関法人情報システム研究機構は全国の大学等の研究者コミュニティと連携して極域科学、情報学、統計数理、遺伝学についての国際水準の総合研究を推進する中核的研究機関を設置運営するとともに21世紀の重要な課題である生命、地球、自然環境、 人間社会など複雑な現象に関する問題を情報とシステムという視点から捉え直すことによって分野の枠を超えて融合的な研究を行うことを目指している。この目的を達成するために中央に融合的な研究を推進するためのセンターを設置し、情報とシステムの観点から新たな研究パラダイムの構築と新分野の開拓を行う。また、 学術研究に関わる国内外の大学等の研究機関に対して研究の機動的効果的展開を支援するための情報基盤を提供することにより我が国の研究レベルの高度化に貢献していく。データサイエンス共同利用基盤施設は上記の機構理念における中央に設置するセンターとして情報システム研究機構が法人第三期を迎えた2016年度に 気候の本部機能と4研究所との連携を強化する戦略企画本部とともにデータ共有、統合、解析手法の開発を担うフラッグシッププラットフォームとして設置された組織である。これらを有機的に機能させることによってオープンサイエンスを加速して基盤がくりの発展をもとに課題解決型の科学や超スマート社会への貢献といった社会の要請に 答えていくという方針が出された。ありがとうございます。